どうもちょっとね、乾燥してます。今、24% ですね。ちょっと水入れないとダメですね、加湿器が。今、時刻はですね、2017年12月29日金曜日0時16分刻々と今年も終わろうとしております。刻々と、まあ僕にとって全く関係ないですけどね。全くもうなんか年末もクソも嵐、なんかあったこっちゃねえみたいね。さっきもライブやってたんですけど、毎日ライブやってるし、もう年末始末全く分かんないですよね。師走、うん、今日ですね、ババ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 ドゥルン、たこ焼きせんべい、ババババババン、大阪プチバナナ。はい、今日ですね、大阪からわざわざ、大阪からですね、わざわざ僕の1日5万円はい、これ1日5万円コンサル、大阪からわざわざ1日5万円払って来ていただいて、さらにお土産もいただきました。ありがとうございます。はい、まあもうこれやってないんですけどね、はい、埋まっちゃいました。なんか明日っていうか今日か、今日山田さん、ファンキー山田さんをコンサルするんですけど、これもう埋まってます。埋まりました。まあ入らないでしょ、5万円高いっすよみたいなね。まあいいでしょ、入る人は入るんです。大阪からわざわざ来て入っていただきました、これね。はい、で今回のテーマはですね、月収300万稼ぐ方法です。月収300万稼ぐ方法、これなんでこのテーマにしたかっていうと、今日僕が1日コンサルでレクチャーした内容を一部シェアです。はい、一部ね、まあ一部とか全部言っちゃってもいいんですけどね、言っちゃってもいいですけどねてか多分聞いてもやらないでしょ、多分聞いてもやらないと思うんで言いますね月収300万稼ぐ方法、簡単でね、50万円の商品をね、50万円の商品を6人はい終了、5、6、30、300万はい、これを言っただけですよ。これをじゃあ50万の商品とか6名をどうやって集客してどうやって売っていくのかとか、じゃあこれをなんだ、じゃあ50名をじゃあ2名にした場合、50名を2名にした場合、これ100万ですから、じゃあ残り200万ですよね。残り200万をどう稼ぐのかとか、単純にこれは50万の商品 1A っていう商品ですよね。じゃあ B っていう商品作ります、 C っていう商品作ります、 D っていう商品作ります。でこの B と C と D でこの200万を補うみたいな、ただそれだけです。簡単に言っちゃうとね、簡単に言っちゃうと、じゃあこれを具体的にどうやるんですか吉谷さん、それはコンサルで教えてますよ。でも300万ってこれですからね、単純に50万を6人に売るだけですから。はい、いやこれだけですよ本当に。なんか難しいテクニックあります？僕昔ですね、まあこれは本にも書きましたよ、本にも書いてないかな、ドルルポン、はい、この僕の本にも書いてあるんですけど、これね僕の本ですから、この僕の本にも書いたんですけど、多分ねその SNS の中で、吉谷さんどうやって集客するんですか、吉谷さんどうやって集客するんですか、じゃあ一番集客がいいのは何か書いてあります。でここにもどうやって僕の実績書いてなかったかな、僕が一今ね僕動画撮ってますけど、僕はもともとゴーストライターだったわけですよ。ゴースト幽霊だったんですね。もう吉谷拓郎って誰やねんと、もう幽霊だったわけですよ、ゴーストライターですから。まあずっとこうやってたんですね。ね、で僕が表に出るってなって、まあ今3年目ぐらいかな。で一番最初僕は何やったかっていうと、この本でも書いてるんですけど、 Facebook をやったんですよ。で Facebook でをガンガン回してたんですけど、 Facebook でまあ集客しました。Facebook で集客して、この僕も50万っていう商品を売ったんですけど、売ってたんですけど、なんだ、Facebook だけでも、800万とか、600万だったかなとか、
50万の商品売ってたから、8人か9人に売ったら945か。これだけで9名売ったから450万ですかね。これだけで450万と、うん、450万だな。あとはまあ他の商品とか B とか C とか D とかね、こう売ってったんで、多分まあ Facebook だけで1000万ぐらいその時作ったんじゃないかなとは思うんですけど、まあどっから集客するかじゃないですか。どっから集客してどれぐらいの単価のものを売るかだけですから。僕が一番最初表に出た時に、どこで集客したんですか、吉谷さん、 Facebook です。で、 Facebook でどうやってやったんですか、ここに書いてあります。書いてありますね。まあやらないでしょうね。これ書いてあるんですよ、結構細かく。だいぶ書いてありますよ。だけど埃かぶって買ってる人も多分ね、埃かぶってると思うんですよ。やんないからね、うん、やんないからみんな。そう、もうめっちゃ細かく書いてますよ。あ、今日ね、これね、これもな、コンサルで言ってたんですけど、これ本にも書いてあるんですけどねみたいなね。そうそう、これここの部分もね、ちょっとコンサルで、これ81ページ、 Facebook から見込み客リストを集める81ページ書いてあります。どうやって Facebook から僕がこのリスト集めてたのか、今日コンサルで話したこと、これ書いてあるな。そう、ということはコンサル受けなくてもこの本読めばいいんじゃないかな。いや、もっと具体的にね、具体的に個別でカスタマイズして教えましたよ。今日ね、今日結構ね、レベルが高い人だったんで、だいぶいろいろ教えましたけど。でも、もうコンサル終わった後、そのね、大阪から来た人はもう希望しか見えませんと。希望しか見えないと。吉田さん、希望しか見えないですと。もうやりますと、月収300万目指しますみたいな言ってくれたんですけど、もう希望しか見えない、希望しか見えない。だでも本当、これやれば稼げるんですけど、やんないから稼げないですよ。単純にやってる人はこれやってますからね、本当に。で、吉谷さん、商品どうやって作るんですか、どうやってセールするんですか、どうやって集客するんですか。このね、たった1900円の、たったこの1900円の本に書いてあるんですけどね、やらんからな、みんな。まあ、ええわ。ということで、まあこれで終わったらちょっと7分なんで、もうちょっと話しましょうか。いや、吉谷さん、本も買いたくないんですと。吉谷さん、1900円、お金ないんです。吉谷さん、1900円ないんです。はい、これ中古で買うと、600円で買ったっていうお客さんがいてました。どうか、メルカリかどっかで、いや、これそれぐらい新品で買ってようと思ったんですけど、吉谷さん、メルカリで600円ぐらいで売ってたんで買いました。いや、そこもケチんかみたいな。吉田さん、600円もちょっとないです。 OK です。吉田さん、600円もない場合は今回ですね、プレゼント企画やってますんで、60万円分の教材ね、60万円、はい、これもう有料で売ってたやつですからね。こう、まあこの本にも特典ついてるんですけど、この特典をはるかに凌駕する、まあ、このなんか超特典ってあるじゃないですか。この特典をはるかに凌駕する、まあ、この瞬卒でね、凌駕する60万円分の教材を無料プレゼント購入してますから。で、じゃあこの60万円分の教、まあまあ動画見てる方はもうご存知かもしれないですけど、これは何かっていうと、コピーライティングです。そう、僕がドリームアカデミアって塾もやってるんですけど、これは別でコピーライティング道場ですね、道場ってなってます。道場です。スパルタ道場をやってるんですけど、ここで提供した教材です。ここで提供した全部ですよ。教材を全て無料でプレゼントします。で、このコピーライティングを勉強してちゃんとできるようになると300万円稼げます。顔出しせずに。僕の最高実績は月3000万です。まあ売上ですけどね、会社でやってたから売上ね。じゃあこの3000万を作るのに僕は何やってたのかっていうと、メルマガ、うん、まず LP でしょ。 LP っていうのは何かっていうと、 LP って何かっていうと、メールアドレスを登録してもらうページです。メールアドレスを登録してもらうページ、まず LP、ステップメール、
LP ステップメール、セールスレター、はい、この LP ステップメールセールスレターがちゃんと書け作れますってなったら月収300万円いきます。だ僕最高1人で3000万ですからね。これを作って、これを5つか4つから5つ回しました。4つから5つその月は回したんですね。これをで3000万ぐらいです。じゃあ吉田さん、このセールスレターで何売るんですかと。じゃあ売る商品に関してはジョイン、なんか自分で売る商品なかったらジョイントしてください。でも商品作るか、ジョイントする、自分に商品ない場合はジョイントする、もしくはアフリエイトするとかね、有料の商品をアフリエイトするとか。まあでも最終的にまあ利益 100% で取りたいんだったら商品作れるようになった方がいいと思うんですけどね。はい、吉田さん、商品の作り方どうするんですか。ここに書いてあるんですけどね、書いてあるな。でも600円も払えない人いますよね。わかりました。じゃあこの、じゃあこれまあこれ自分でセールする場合ですよ。自分でまあ商品だったり、まあアフリエイトでもできるんですけど、まあ大体は自分の商品を売っていくパターンです。じゃあ吉田さん、これ無理ですっていう場合は、はい、代行してください。代行、要はそのプロモーションやりたいとかね、なんかそういう会社さんいっぱいいます。プロモーションしたいです、はい、代行してあげてください。 LP 僕かけます、ステップメールかけます、セールスレターかけます。でそれの売り上げの何パーでいいんでっていう契約を結んでください。例えばじゃあそのプロモーションが1億上がりましたと。じゃあ1億上がったから、3パーじゃあくださいとか。1億の3パーっていくらだな。まあ300万ぐらいいくんじゃないですか。どうですか、うん、いくでしょ。これをしてください。代行する、いやマジでありますからね。だからセールスレ、僕の知ってる人でセールスレター1本書いて、なんでいくらだったの、2000万か、1本書いて2000万の人入れますよ。はい、セールスレターを1本書いて2000万で、その多分その時の売り上げが多分ね5億か6億だったのかな。まあ5億か6億の、まあ、2000万レター書きましたからみたいなっていうのは知ってます。だからレターだけでもいけますよ。まあそれは契約によりますけどね。セールスレター1本書いて2000万、どうすか。もう働かなくていいんじゃないかって1年間2000万あればいけるでしょ。1年に1回セールスレター書く、どうすか。なかなかいい仕事じゃないですかっていうことが可能になるんですね。ライティングを勉強、ライティングでも極めないとダメですよ。ライティングを極めないとここまでいかないですからね。悪いですけど、そんな初心者が無理、悪いですけどここの領域に達するのは初心者、あと代行するとかね、初心者 100% 無理です。いや 300%、 1000% 無理って断言します。初心者の人は絶対ここの領域に達せないです。達せない。で、吉田さん、僕初心者なんです。だから今回の無料プレゼントがあるんでしょ。初心者の方がじゃあどうやってそのライティングを勉強しなければいけないのか、あるじゃないですか。60万円分の無料プレゼントがね、60万円分の無料プレゼント、ここで僕が今までこういった実績を作って、まあゴーストライターとして実ね売り上げ作ってきた、その全てどうやってセールスレター作っていくのかとか、どういう風に文章を書いていくのかっていう、それを道場でブワッと教えたわけですよ。それの教材を無料ですよ。やばくないですか。まあいいんですけど、はい、でこの YouTube の下に、リンク、その、12月31日までです。12月31日まで、この LINE アットに登録してくれた人に、友達登録すると自動返信メール、自動メール流れます。でそこの中に、その60万円分の教材の受け取り方法が書いてあるリンクがありますんで、そこに飛んでいただいて、受け取り方法に従って受け取ってください。で、吉田さん、もう LINE アット、吉田さん大好きだから、吉田さんのこと大好きだから、もう LINE アット登録してますという場合は、
だけど知らないと、もう LINE アット登録してるんですと、でそういう場合は僕にメッセージください、吉谷さんの動画見ました、ちょっと教材くださいっていうメッセージをください、僕に。でそしたらあげるんで OK ですよね。すでに LINE アット登録してるっていう方は、僕に個別でメッセージください、吉谷さんの動画見たんですけど、教材ぶれもらえないですかって、そしたら僕個別で、回答しますんで、はい、OK ですかね。はい、12月31日を過ぎた場合、過ぎるとこれは、僕の LINE アット登録してももらえないですかね、リンク外すんで。もう一度言いますね、12月31日を過ぎたらその、このプレゼントのリンクは外すんで、その後登録してもこれはもらえないです。 OK ですかね。そこご了承くださいよ。12月31日まで言うてるわけですから、12月31日になったらリンク外しますんで OK ですかね。はい、だからもし、この教材を受け取りたいという場合は、LINE アットに登録していただいて、受け取ってください。はい、この YouTube の下にねリンク入れておきますので、はい、まあこれぐらいですかね。いつも長いですからね、今日16分ぐらい大丈夫ですかね。いやもうちょっと話してくれというご意見は聞こえてこないので終わろうと思います。また明日も動画撮りますから、はい、ではご視聴ありがとうございました。